できるだけあの持ち心地を気をつけて作ってますね。軽すぎても怖いし、重すぎたら使えてもいいし、気持ち見た目より少し軽く感じる作ってるんですね。ああ、厚みのバランスですね。全体的に同じ厚みになるように作ってるんですよ。重心が下がってしまうとどうしても重たくなるので、できるだけ全部同じところに同じ重さがあるように作ってるんですね。ガラスを使ってもらうっていうのはね、プラスチックとかでも代用効くものなんですけど、やっぱりその感触とか、口当たりとかは全く違うものですし、やっぱりガラスの場合はもう一生使える素材なんですよね。だからこれを毎日使えるし、何十年も使えるっていうのを感じてもらえると思う。やっぱりそのためには毎日手にしていいものじゃないといけないし、使うときにストレスを感じないようなものであるようには作ってるんですけど、まあ、それなんかは特にこのもので、ね、持ちやすいような太さにしてますし、本当に日常的に使ってもらって大丈夫な強度を出しているので、まあ、これで毎日決まった時間に水を飲むでもいいですし、ジュース飲むでもいいですし、本当に日常の中でどんどん使ってもらいたいことなんですね。